どうもこんにちは。今回はドイツ国内においてドイツ製のモデル Y RWD グレードの納車が正式にスタートしながら、中国 BYD 製のバッテリーを搭載したことによって車両重量の軽量化、しかもその上充電時間が大幅に短縮されているという史上最高のモデル Y が爆誕したという超朗報について、果たして日本市場への導入はあるのか、電気自動車においてなぜ充電性能が航続距離よりも大切であるのかの理由も含めて徹底的に解説していきたいと思います。まず今回取り上げていきたいモデル Y に関してですが、既に日本国内で販売がスタートして1年近くが経過しているということもあり、その EV 性能については世間に知れ渡っているわけで、特に本チャンネルに関してもエントリーグレードである RWD グレードを購入して2ヶ月ちょい程度で1万キロ弱走行、 EV 性能を詳しくリサーチしたわけであり、さらにその後にはパフォーマンスグレードも購入し、納車して半年近くが経過しようとしている状況で、その航続距離はすでに2万キロの大台に近づいている状況、途中の4000キロ程度は真冬の北海道をくまなく走り回ったわけですが、いずれにしても我々日本国内に導入されているモデル Y の EV 性能についてはすでにほとんど丸裸にされてしまっているということなのです。ところが世界で販売されているモデル Y について注意すべきは、そのマーケットごとにそれぞれ車両が生産され、それに搭載されているバッテリーやモーターおよび最新テクノロジーがまちまちであるということ。つまり日本国内で流通しているモデル Y のスペックはあくまでも日本国内の話、具体的には生産場所である中国製の車両の話、ドイツ国内で生産されているドイツ製およびアメリカ国内で生産されているフリーモント工場製およびテキサス工場製と、実はグローバルでは4種類ものモデル Y が存在している。よってモデル Y に関するスペックの情報が錯綜してしまっている状況、したがってモデル Y のスペックについて情報を調べている方に関しては、その情報がどの工場で生産されているモデル Y のことなのかをしっかりと把握することが重要であるということなのです。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、ヨーロッパ域内においてモデル Y の大きな改良が行われているということで、というのも現在欧州でラインナップされているグレードというのは RWD、ロングレンジ AWD およびパフォーマンスという我々日本市場と全く同様のグレード構成となっているものの、ロングレンジ AWD とパフォーマンスについてはもともとは中国市場からの輸入のみに頼っていながら、現在はドイツベルリンに位置するギガファクトリー4において生産中、そして今回エントリーグレードの RWD グレードに関してもドイツ国内での生産が本格的にスタートした加工よって中国からの輸入依存をさらに減らすことが可能。実は現在中国から車両を輸入する場合は関税として 15% が課税されてしまうことから、中国からの輸入に頼っていたモデル Y は値段が高止まりしてしまっていた。ところが今回のドイツ製の移行によってもしかしたらその値段設定をさらに引き下げてくる可能性が出てきている。欧州でのモデル Y の競争力がさらに高まっていくということになると思います。その一方で今回の RWD グレードのドイツ製の移行によって大きな変更が加えられているということで、それがズバリバッテリーの種類が変更されたという観点。というのも我々日本市場筆頭としてこれまで輸入していた中国製のモデル Y RWD については全て中国 CATL 製のバッテリーを採用していたわけですが、ドイツ製の切り替えに乗じて CATL 製バッテリーの採用を取りやめて同じく中国 BYD 製のバッテリーを初採用。というのもこの BYD については世界で最も多くの電気自動車を販売するだけではなく、世界で2番目のバッテリーサプライヤーとしての顔も持ち合わせており、それこそ自分たちで生産する電気自動車については全て自社製のバッテリーを搭載するのは当然として、中国国内の自動車メーカーに対しても一部納入している状況、2024年以降についてはそのバッテリーの外販事業についても強化していくと発言していることから、早速外販事業の拡大の手始めとしてバッテリー最大手でありライバルであるはずのテスラに対してバッテリーを供給し始めたということなのです。それでは現在我々日本でも購入可能な中国製モデル Y と BYD 製バッテリーを搭載したドイツ製モデル Y との違いを簡単に比較していきたいと思いますが、まずはじめにその搭載バッテリーの変更によって満充電あたりの航続距離が変更、我々中国製については20インチ装着車両の場合欧州 WLTC モードにおいてズバリ455キロという航続距離を確保できているわけですが、なんと BYD 製バッテリーを搭載した場合その航続距離は430キロへとわずかに減ってしまった。よってその BYD 製バッテリー搭載バージョンはスペックが落ちているように感じてしまう
ということなのです。ところが今回実際のオーナーによる検証で明らかになってきた点というのが、その充電性能という観点。今回ドイツ製モデル Y RWD グレードの納車を終えたユーザーは充電残量 21% から 100% まで急速充電を行ったわけですが、特に充電残量 21% から 81% まで充電を完了させるのにたったの17分以内、この充電時間がどれほど凄まじいのかに関してですが、それこそ中国製の場合、本チャンネルが複数回にわたる検証において、おおむね25分から26分程度で充電残量 10% から 80% まで充電することができているわけですから、まあ、充電残量 20% から充電をすれば、おおむね23分程度で充電が完了する見込み。よって、同じグレードでありながら、BYD 製のバッテリーを搭載したモデル Y の方が、さらに6分程度も充電時間を短縮させることに成功しているということなのです。しかもさらに驚くべきはその充電カーブ、こちらは今回検証を行ったオーナーが公表している充電出力の数値を本チャンネルがこれまで行ったテスラ車たちと比較したグラフとなるわけですが、なんとこれまで検証を行った様々な車種グレードのテスラ車と比較しても、黄色で示された BYD 製バッテリーを搭載したドイツ製 RWD グレードは明らかに異様な充電曲線を描いていることが見て取れる。特に異様であると感じるのが、充電残量 50% に達してもなお RWD グレードの最高の充電出力である 170kW をキープしているという点。テスラ車については基本的には最高の充電出力をキープできるのはほんのわずかな時間、その後は緩やかに充電出力を絞っていくために、あくまでも最大充電出力の数値は瞬間的なものに過ぎなかったわけですが、この通り充電残量 50% 付近までフラットな充電曲線を描くことができているのです。様々な電気自動車を実際に所有されたことがない方ですとイメージしづらいと思いますが、実はこのフラットな充電カーブというのは実用使いにおいて非常に扱いやすい充電性能であるわけで、というのも私のように EV に慣れた一部のユーザーを除いて、基本的には充電残量 10% 以下まで減らして急速充電を行うユーザーはごく少数派。普通は充電残量 20-30% 程度から充電をスタートさせる方が多いわけであり、例えばパープルで示されているパナソニック製バッテリーを搭載した2019年製モデル3パフォーマンスの充電カーブを見てみると、確かに 250kW という充電出力を記録していることで充電性能が高いように感じるものの、充電残量 20% からに限定してみると、実際に充電できる電力量という観点で充電残量 80% 程度まで充電してしまうと、対して充電量に変化がなくなる。しかも充電開始時点での充電残量と全く同様に、確かに充電残量 60% で切り上げたりすれば充電効率はパナソニック製の方が高いかもしれませんが、多くの EV ユーザーは充電残量 2-3% から充電を始めて充電効率が少し悪くなる 60% で切り上げるなんて EV オタクみたいな運用をするはずはない。基本的には充電残量 20% 程度で充電スタート、充電残量 80% 程度まで充電することから、一般ユーザーの充電体験という観点では今回の BYD 製バッテリーのようにフラットな充電カーブによってトータルの充電量をより早く充電できた方がベターという見方も可能。なんといっても C レートという観点で言えば 3C を超えるパナソニック製と比較しても 3C 以内で抑え込めている BYD 製の方がバッテリーへの負荷という観点でもベター。いずれにしてもリアルワールドにおける実用性およびバッテリー劣化という観点で今回の BYD 製バッテリー搭載車両の方がよりベターであるということなのです。他方で先ほども説明した通り、その航続距離という観点では CATL 製に劣っていることもまた事実なわけであり、特に気になるのがその車両重量という観点。もともとの中国製の RWD グレードについてはドイツ市場における基準で 1998kg という車両重量だったわけですが、今回のドイツ製に切り替わった段階でその車両重量は 1984kg とわずかながらに軽量化に成功。さらにその搭載バッテリー容量に関してですが、すでに本チャンネルの検証でも判明している通り、中国製のバッテリー容量はズバリネット値で 60.5kWh。 そして今回の BYD 製バッテリーを搭載したドイツ製については、一部メディアのリーク情報によって CATL 製よりもバッテリー容量を減らしてきているのではないかと言われていたのですが、今回検証を行ったユーザーの OBD 経由で得られたバッテリー容量を見てみると、ズバリ 60.7kWh と、なんと CATL 製とほとんど同じ容量であることが判明。つまり裏を返せば
全く同じようなバッテリー容量を搭載して車両重量をわずかに減らしているにもかかわらず航続距離は悪化してしまっている。確かにこの点はマイナス材料であるように聞こえるのかもしれません。しかしながら EV を運用すると気づくことなのですが、実は満充電あたりの航続距離というのはそこまで重要ではないという点が極めて重要。多くのユーザーが一気に400キロも走行する場合は統計データ上本当にごく一握りの走り屋だけ、基本的には途中で30分程度の休憩を取ることが分かっているわけですので、むしろその休憩時間内に充電を完了できるという充電性能の方が実際に EV を運用してみると重要であると気づくわけで、まさにそれは充電スピードという点とその充電スピードを担保する高性能な急速充電器の存在がセットである必要があるわけですが、いずれにしても今回の BYD 製バッテリーを搭載したドイツ製モデル Y RWD グレードというのは個人的にはテスラ史上最も長距離運用に適したモデルとなるポテンシャルを秘めていると感じますし、なんといってもこの驚異的な充電性能というのは BYD 製のブレードバッテリーだからこそ達成可能であるのか、それともブレードバッテリーをはじめとする LFP 系のバッテリーを採用すればバッテリーメーカーにかかわらず採用可能な充電カーブであるのか、仮に後者の場合であれば BYD 製バッテリーの採用予定がない我々日本市場においてもこのフラットな充電カーブを有した車種を購入できるのかもしれません。そうなればモデル Y における本チャンネルのおすすめグレードは全く変わってくるわけで、2023年現時点で日本国内でモデル Y を購入する場合は基本的にはロングレンジ AWD 一択であると説明していたわけですが、寒冷地や豪雪地帯に在住していないユーザーは RWD 一択と断言することが可能。しかもそれはテスラモデル Y だけに限った話ではなく、もはやこのレベルの EV 性能になってくると競合の日産アリア、ヒョンデアイオニック5、アウディ Q4、フォルクスワーゲン ID4 ではもう勝負にならないレベル、日本で効率的にかつコスパの高い電動 SUV としてはモデル Y RWD に勝る EV は存在しなくなると断言できると思います。ちなみにですが、個人的にこの驚異的な充電性能をすぐにでも導入してほしいのがズバリモデル 3RWD に対してであり、モデル3については現時点でも RWD 一択であると主張しているわけですが、まさに今回のフラットな充電カーブが導入されることになればもう鬼に金棒状態、少なくともなぜロングレンジを購入するのか私には全く理解できなくなるレベルとなるでしょう。そして本チャンネルが最も注目しているのがズバリプロジェクトハイランドの存在。こちらにはおそらく CATL 製の M3P バッテリーと名付けられた LFP 系のバッテリーが搭載されることになる可能性が濃厚なのですが、もし BYD 製バッテリーだけでなく CATL 製の LFP に対してもこの充電性能の大幅アップデートを適用することができるのであれば、まさにこれは煽り抜きでゲームチェンジャー的な存在になるわけであり、すると以前から一貫した大胆予測であるモデル3ロングレンジ廃止説がさらに濃厚となってくる。それも当然20分以内で 80% まで充電を完了させることができれば絶対的な航続距離は全く必要なくなってくる。するとプロジェクトハイランドにおいて水面下で言われているコストカットという市場命題について、まさに最もコストのかさむバッテリー容量を減らすことと実用的な EV 性能を高い次元で両立させることができてしまう。まさに今回のドイツ製モデル Y の充電性能の飛躍的な向上というのはおそらく2023年後半に導入されるモデル3のフルモデルチェンジバージョンのプロジェクトハイランドの布石なのではないか。この大胆予測が的中するのかについても含めてこのテスラの EV 性能の爆速の進化にはますます目が離せないということですね。いってらっしゃい。